寝るえー、私まだこの本読み終わってないよじゃあ先に寝ててもうちょっとだし私ここで読んでくから大丈夫何もしないからねね大丈夫大丈夫 だだけだからあたっいやだお父さんがとうとう家庭内暴力に突っ込む気にもならんって何をって聞こうかと思ったけど今日は聞くのやめておく冗談はさておき本当にキリがいいところまで読んだら帰るから 先に寝てていいよあそっかごめんごめんお布団引いておくね今日はなんかもうちょっと一緒にいたい気分なのダメ やっと出れたかさあっておふとんおふとんとぬくぬくほらこっちの水は甘いぞーきたきたなんだかんだ言って優しいもんね いつも優しいさ読書っと推理小説なんだけど結構コメディータッチでね今日買ったのにもう読み終わりそうなんだこの主人公なんとなく似てるしあな何でもないよ この小説の超絶倫イケメン主人公にどことなく雰囲気が似てるということはもしかしてあっちもなんてこれっぽっちも思ってないよ。ねえねえ。今日も楽しかったね。日曜の後の月曜ってさ、みんなは なんとなく憂鬱って言うけどそうでもなくてまた楽しい一週間が始まるんだって思うとどちらかというと嬉しいというか金曜集会のある週末がまた来るんだって思うとワクワクするどう ちょっとシリアスっぽかったたまには低縮なところを見せないとねん結構眠そう <laughs> よいしょ旦那様どうぞーいっぱい遊んだから。 ちょっと疲れたもんね1名様ご案内大丈夫今日のキャラ設定は定縮だから問題なしむしろあんまり警戒してると押すなよ押すなよっていう誘い文句と判断するけどそれでもいいかね わかればよろしい。そういえば、私たちって、いつから布団を分けて寝るようになったんだっけええ、全然誤解招くような言い方じゃないよ。それ以前に誰かが聞いてるわけじゃないんだし、いいじゃない。ねえ。ほら、 昔はみんな一緒に寝てたりしたのになって思って。はぁ、あ、これが大人の階段を登るってことなのね。ゆうゆゆ。まあ、登ってたとしてもゆるーい勾配の階段だと思う。それを実感として感じるのは、 本物の大人になってからなんだろうなぁ。せちがらいせちがらい。あ、安心して。どんな階段であろうと、私が運命の女であることに変わりはないから。さらに、手っ取り早く今ここで大人の階段を駆け上るって手もあるけどね。ちらっ うーん、あんまり響かなかったかよし次に期待だうーんおおまさに佳境展開読めたけどうまい話運びだな に見つめられたら穴開いちゃうよ嬉しくて脱皮しそうだけど <laughs> <laughs> すごい眠そうな顔確かに布団の中で横になってるだけなら眠くなるよね監視したい気持ちもわかるんだけど ちゃっていいんだよ私の方ももう少しだしうーんじゃあこの低粛な妻が子守歌を聞かせて差し上げましょうまだこの設定生きてるからはあ <laughs> なるほど。 歌って落ち着く気がするんだろうねあれ困り歌で寝るなんてなんて無防備な今日のキャラ設定しくじったかもでも 押せ押せすぎると怒られるからこうやってたまには引かないと緩急つけないとねチェンジアップ重要そろそろ部屋に戻ろうかな朝は普通に起こすかどうか悩むけどあもしかしてここでこのまま寝たら 逆に起こしてくれる可能性大さらにそれを続けて一緒に寝るのに慣れてもらってゆくゆくわ我れながらいい作戦だよしそうと決まればおやすみな 今週も楽しい一週間になりそうだな。